皆さんお気を、え、子育て親近についてちょっと自分の意見言います。で、非正規の、あの、お子さんに、あの、5000円月配るっていうのが子育て親金なんだよね。で、それで、えー、そのお金はどこから取るかって言ったら、社会保険を引き上げするってことで、これめちゃくちゃじゃないかって、おかしくないかって俺は思うんですよね。まず非正規で、あの、子供がいる世帯に配るわけじゃないですか。で、要はフリーター派遣で、 結婚している世帯ってあんまりいないと思うんだよね。とあとその人が非正規があのなんつうお金がねあの大変だからこうやって援助するよっていうシステムかもしんないけどでもその非正規があの普通に働いていてフリーター派遣であっても社会保険加入してるじゃんって話じゃん。 ってなるとさ、今、非正規イコール社会保険が入ってないっていう人っていないと思うんだよね。あの、学生とかね、あの、高齢者とか別かもしんないけど、あと、まあ、ちょろっとパートで働いてる主婦とか別かもしんないけど、あの、自分は、あの、これで生きています、なりわいにしていますっていう非正規で、あの、みんなさ、あの、社会保険入ってるじゃん。だったら9万も稼げば加入だから。で、あの、 もしその人が子供を産んだら5,000円もらえるんでしょで自分が勝手にその社会保険引き上げて引き上げられて持ってかれて入ってくるとおかしくないか自分があの負担が増えるわけじゃん僕は非正規の,あのお父さんですってなったとしたらでも社会保険入ってるわけじゃないですかでそれ増えてでも5,000円入ってくるってこれおかしくないかと思うし あと、今時、この、非正規と正規社員の、正社員のラインってないんだよね。まあ、今も言ったように、まあ、9万も稼げば、非正規の人は、その、社会保険加入してるから、もう正社員と変わんないじゃんって話なわけですよ。それはもう完璧、その国から見たらそうなんだよね。その会社から見たら、ね、社長とかオーナーから見たら、まあ、違うよみたいな、その、名称が分かれてるかもしんないけど、でも、もう一緒じゃんって話で、 てなとめちゃくちゃゃくだよねだからまだこれだったら分かるんだよ。あの社会保険、えー、未加入者の,その世帯の子供には5000円支援するってだったら分かるんだけど非正規の,その、ね、世帯の子供に支援するっておかしくないかで。非正規でさえ社会保険加入してる人が多いからその人が上がっちゃうわけじゃん。ってことは非正規で働いていて子供がいない人で 社会保険加入している人っていっぱいいるじゃん。フリーターとかさ、派遣の人とかあ、自立してる大人って大抵そうじゃん。は、当然子供いない可能性の方が高いわけじゃん。非正規の状態で。でもあの、自分が払う負担だけ増えるって、これ間違ってるよね。もう自民党ダメだよね。マジでこれはもう。うん。でもこれ決まりそうだよね。ここまでニュースになってるから。っていうのがまあ僕の意見です。どうもありがとうございました。